だな。可愛かったしね、なんか MV 衣装とか。ああ。インプレッサとか乗ってほしい。インプレッサが分かんないね。車分かんないんですよね、全然。最近カラオケ行ったの。ちょこちょこ行ってますけどね。そんな真面目に歌ったことないな。加湿して、あ、すいません。加湿ね、後でしときます、寝るとき。時間と車あったらどこ行きたい？どこやろな。江ノ島？わかんないな。景色いいとことかね、行きたいですよね。最近爆笑してる。あんま、してないかな。減ったかな。どうやろうな。まあ、それなりに笑ってはいるんですけどね。なんか、ほんま、おかしくなるほど笑ってないかな、あんまり。最近見た映画。何見たっけな。結構見たけどな、いろいろ。実家に帰ったら最近ね、なんかホラー映画を見るみたいな、なんかね、流れがお決まりになってて、インシディアスっていうなんかね、シリーズもののホラー映画を見たんですけど、面白かったです。怖くて。インシディアス、ぜひ。一人じゃあれは見れないな。ミッドサマーでまだ見てないんですよ。どうなんやろ。なんか周りに見た人がいなくて、まだ行くねんっていう人はいるけど、見てきたって人が、あ、お姉ちゃんがいたか。でもなんかいろんなね感想があるから見てみないと分かんないなって感じですね。けど見に行く人いないから、一人で行くのもなって。一人で映画館で見るのちょっと怖いですよね。好きやけどね、ほら。ドラマね、見てないんですよね。ドラマね、本当にね、わかんないんですよね。ゾンビ映画面白いですよね。あかりちゃん、こら、あ。山本彩香かけるに恋愛相談を送っても大丈夫ですか？全然大丈夫ですよ、私のラジオね。全然送ってください。私がそんないいアドバイスをできるかわかんないですけど、聞くのは好きです。しましょう。花子くん好きすぎてやばい。花子くんなんですかね。お、あかりがなんか言ってんの？コラボ？私もコラボのやり方わかんない。コラボとかしたことないんやけど。まず、インスタライブ一人でやるの自体、ねえ、数えるほどやから。何？どうやってやるの？どうやってやるの？あ、1万人！ありがとうございまーす！何？何？何？リクエストって何？どうやってやるの？わからんぞ。え、どこに来るんですか、リクエストって。吉田のあかりさんがね、コラボしようって言ってくれてるんだけど、どうやってするの？わからないよー。え、すごい、なにこれ。動画配信しながら質問答えられるんですか？あ、なんか変わった。やばい、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 やばい。危なーい。反対顔映っちゃった。危なーい。コラボしよう、あかり。どうやってすんの？ニコちゃんマークのとこ押して、これ？
え？コラボしたいんだけど、リクエストを承認するんだよ。どこにリクエストが来てるの？これ？違うわ。これ？ん？誰かとライブ配信を開始すると相手のライブ動画を見ることができるよね。ん？助けてー。あ、これ？え、マジで。あかりんのコメント押してみて。どこにいる？またや。反対顔なっちゃう。みんなすごいなぁ。ほんと。事故ですよ、これ。ね、事故。ほんまに。ね、なんかみんなが言ってくれてるけど全然わからへんねんけど、なんで？え？フォローしてないからとかあんのかな？え、フォローしてないから、フォローしてない、関係ない？ないか、わかんないな。このままやったら多分ずっと一緒に配信するやり方が終わらないまま、もうなんか12時を迎えてしまう気がする。この顔が二つあるやつね、置いてるんです、あの押してるんですけどね、出てこない。もうなんで、え、ニコちゃん押してるけど反応しひんねんけど、今度はフォローしてないことに対してめっちゃ言ってくるやん、みんな口悪いって。あ、待って、これか？え、なんか何？あかりライブ配信やめちゃったって。私もやめよっかな、じゃあ。リクエストね、来てないって聞かれてもね、わかんないんですよね。どこに来てるかもわかんないんですよね。ああ。申し訳ないですわ。ちょっと待って。反応しなくなっちゃったのはなんで？すごいコメントが見れる。後ろ髪は金髪ですか？ではないんですけどね、抜けちゃって金髪みたいになっちゃいましたね。就活しんどい、頑張れみんな。好きなお酒なんですか？ハイボール。
まあ結構何でも好きですね。お、鬼滅見てるよ。どのくらいの周期で髪切ってますか？月1ですかね。永遠の消防隊もね、途中はで見たけどまだ見てないな、全部。ドウェイン・ジョンソンが新しい映画やりますよ。やったー。街で見かけたら声かけて大丈夫ですか？大丈夫ですよ。もう明かりのとこ行った方がいいの？一回切った方がいいのか？じゃあどうしたらいいの？ちょっと一回消す？何？どうしよう。ね、そのニコちゃんマークニコのとこだけ反応しない。おーい、ちょっと一回消そっかな。一回消してあかりにリクエスト送ってきます。どっちがお姉さん？私の方が3つ下です。さやかちゃんは3つ上です。さやかたん来るよ。え、嘘。あ、来た来た。これを追加する。あ、あ、あ、いけたで、いけたっぽいで、いけたっぽい、いけたっぽい。できた。あ、できた。やっとできた。全然できひんやん。いや、なんかさ、うん、全然できへんくってさ、めっちゃ困っててんか、うんうん、なんかファンの人がさ、うん、なんでできへんのみたいな感じでさ、うん、どんどんみんな怖くなってんけど。おもろ。優しくして。お久しぶり。おひさーん。おひさん元気？あ、元気。前髪切ったん？前髪めっちゃな、短いね。私伸びたわ。ほんまやな、伸ばしてんな。やっぱやめたら伸ばせるん？全然伸ばせんで。なんでかわかるねん、その理由。なんで？いや、もうあの、うん、なんていうの、聞いたときに切ってくれる人がいないから。あー、なるほど。前髪はもう美容室行って切ってもらうか。あー、そっか。しかないから。そっか、だから。そう、伸ばせる。なるほどね。あ、そうなんだ。 NMB 辞めたら前髪伸ばせんねや。全然伸ばせんで。それ理由では辞めへんけど。羨ましいけどな、すぐ切ってもらえんの。まあそれはそうやな。でもこれは美容院で切った。いいよ。もう、うん、ちょっとさっきポニーテールしてたから髪の毛今変やね。全然。もう元気？元気。なんかまたさ、なんかさ、うん、何、うん、お人形さんみたいな服着てんな。これ、うん、肩幅でっかもやね。なんかおったな、そんな人。でもザラやで、これ。え、そうなの？かわいい。うん、最近ザラハマってんの。え、前髪の発音やって。前髪？前髪やんな。前髪か。前髪。前髪。これは、この話、この前夜中、かなこともやったわ。インスタライブ。変なのかな、前髪。前髪って変やねんな。カップルの会話盗み見してるみたい。どこが。こんなんなん、カップルの会話って。かわいいな。もっとラブラブしてるやろ、知らんけど。前髪って言って。すごい、1万5000人も見てくれてる。すごい、ありがとうございます。すごいな。いや、マジで。え、ザラ撤退しちゃうよねって。ほんまそれ。え、ザラも？ザラじゃなくない？フォーエバーやんな。その後になんか、なんかもあったよな。あ、それはちゃうか。クレアーズやわ。クレアーズ撤退すんの？やで。マジで？うん。NMB の衣装困るやん。
クレアーズでいっぱい買ってるやん。なピアス。そうやで。知らんかったんやけど。え、嘘やん。嘘。衣装室行ったらクレアーズのタグめっちゃあんで。え、それは衝撃の事実やねんけど。マジで？マジ？すぐマジで。クレアーズのピアスめっちゃ買ってるやん。